さんこんにちは、バルーンアーティストトシです。はい、今日はこのハートのリースを作ります。はい、よろしくお願いします。はい、では作っていきます。レッドですね、260のレッドの先端を13センチ残して膨らませます。はい、で、3センチの絞りひねりを作ります。センチの絞りひねりを作ります。はい、こんな感じです。はい、そして、6センチを2つ作ります。1つ、2つ、はい、2つ作ってたらこひねりします。はい、これをあと5回繰り返しますね。6センチを1つ、2つ作ってたらこひねりします。はい、6センチを2つ作って、たらこひねり。はい、はい、こんな感じですね。はい、お花ができました。はい、こんな感じです。で、これを、全部で、12個作ります。2個ですね。はい、いっぱい作ってください。はい、はい、まずはですね、160をですね、一つの、お花の中心に絡めてください。はい、160ですね。はい、でこれをここに持っていきます。はい、でもう一つのお花、はい、これを持ってきます。でこちら側にこう当てがいますね。はい、ここに当てがいます。そしてこれをぐるっと引っ張ってもう一つのお花に絡めます。はい、こんな感じですね。はい、ここにグッと絡めましたね。で、絡めたらちょっと押してくださいね。で、ここから引き出してみます。ここですね。そして、ちょっとずらします。こういうふうにずらします。ずらしました。はい、で、お花持ってきますね。はい、今度はここに持ってきます。ここに持ってきます。そして、はい、これをグッと引っ張ってここに絡めます。はい、ここに絡めますね。グッと持ってきて、ここからこう持ってここに絡めました。はい、そしてこれをちょっと、ずらしますね。こういう風にずらします。はい、こんな感じです。はい、今ここからこういう風に絡めて、でこっち側にこういう風に絡めました。はい、ここまでですね。はい、160を用意しますね。で今度ここに絡めます。160、はい、今こことここから、160が出てます。で今度は、ですね、ここと、ここに、絡みますね。ここですね。はい、今、こことここですね、ここに絡めました。で、ずらしますね。こちらにずらします。これもこちらにずらします。はい、こんな感じです。今度はですね、ここですね、ここと、こっち側ですね、ここに絡めます。ここですね。はい、今ですね、ここからこうつなげます。こっち側ですね、こうですね。はい、そして、こっち側にずらします。こっち側にこういうふうにずらします。こっちもずらします。はい、はい、こんな感じです。今度はですね、はい、ここと、ここに絡ませます。
高校と高校ですね。はい、今ですね、高校と高校ですねに、絡ませました。はい、そして、外側にずらします。こうですね。こっちもこっち側にずらします。はい、こんな感じです。はい、今度はですね、ここと、ここに絡めますね。こことここですね。はい、こうですね。今こう絡めました。で、今度はこれを下にずらしますね。こういう風にですね、下の方にこっちもこういう風にずらします。はい、こんな感じですね。はい、最後ですね、こことここですねを、引っ張って、これそうですね、これをここに引っ張って、これをここに引っ張って、絡ませます。こうこうですね。はい、絡ませてください。はい、今絡めたところですね、こことここですね。はい、で最後ですね、こういうふうにずらします。いいですね。はい、こんな感じですね。で、残りは、切り落としてください。はい、こんな感じですね。はい、で裏はこんな感じですね。はい、こんな感じです。はい、こんな感じです。はい、ぜひ作ってみてください。それじゃあ、バイバーイ。